です今日一日のノリりみたずしてワクワクだらけでいきましょう昨日ね実は量子力学の専門家と酒を飲んだんですよ量子力学あのねごめんなさい最初に断っときますけど今日多分何言ってるか全然意味の分かんない動画になると思いますいやあのね人間の幸せの正体とかまあまあスピリチュアルなこう まあ引き寄せの法則とかさそういうものの正体をどうやら量子力学が解き明かしたらしいっていうので前々から俺ちょいちょい言ってんじゃん量子力学がもうすぐこう幸せとかこう運とかを全部解き明かすぜとか解き明かしそうだから研究し,してるんだ実はちょいみたいなこと言ってるじゃん。でそんなこと言ってるからちょっととある方に紹介してもらっ時の量子力学の専門家と酒を飲んだのよ。どどどなたたとととと飲んだかかかはまたもうちょっ後後ほど後ほどとか 後日発表しますけど今度その人とちょっと組んで面白い実験やろうとしてるんででね結論俺の中の結論はね関関係係ねねな量子力学関係ねえ <laughs> ものすごく簡単に言うとなんか量子力学っていうのはさこうすごく物質をちっちゃい単位にしていくとこう量子まあ原子があって中性子があって。 なんかか電子があっってんのわるでででししょょそ物やた一番ちっちゃいとこに行くとこう量子みたいな粒になるんだってよ。でそれがこうずっと振動してるエネルギー体なんだって。だから結局そのエネルギーにエネルギーをこう。 ぶつけるるるとこう振る舞いが変わるみたいなまあところから持ってきてまあ人間だって結局突き詰めてたら小さな粒の集まりだと量子のだからまあ人間もこう見えてエネルギー体だとまあもうそれはわかるよもちろんでだからその量子のちっちゃい粒にこうとあるエネルギーをぶつけるとこう今までの動きと違う動きをするだから人間もこう言葉のエネルギーとか思いのエネルギーみたいなものを受けるとそち 普通,に普通の運動と違う運動が起きるみたいなことなんだけどさいやそれ話につながってねえだろうただの例え話だろうものすごく理論が飛躍してるよねちっちゃい漁子がそういう動きをするから人間も漁子の塊だから人間も同じふうに行動します動きますって話が飛躍してんだろうねえ ととうううそいこなんだよあの、ね、もうちょっとほらもうちょっと本当の量子力学の専門家とかに「ああだっち全然違くいこと言ってるよお前」って言われるかもしれないけど俺の理解では俺の理解を伝えるにおいてはそれっぽくなんとなく説明はしてるけど量子力学で引き寄せの法則は説明できないただの例え話俺は引き寄せの法則があると思ってるこれ強く願えば 強く思えば願いは叶うは俺はあると思ってるこれはあると思う絶対でも説明はできないなぜ起きるのかでそのなぜ引き寄せとかが起きるのかを量子力学が説明しきったと思うんだけど昨日一晩酒を飲んだ限りでは、うん、ただの例え話でもその例え話を聞いて腑に落ちる人がいてくれればそれでいいんだみたいなことはまあまあ言ってたんだけどまあそれはもちろんそうだよ <laughs> 俺も講演会とかでさハーバード大学のピアノを弾く振り実験とかさいろんなまあその思いが物質を動かすみたいな話はするんだけどまあいろんな説明の仕方があって別にいいと思うんだけど俺の中ではものすごく綺麗に話がつながんなかったな。やべえ量子力学全部解き明かしたぜみたいなのに思わなかったな。 ね、あのミクロの漁師の世界とマクロのこの人間界がつながって何か例え話だもんだって違うじゃんかといってじゃあ境界線はどこだって言われたらそれも俺も説明できないんだけどさごめんごめんなんか話ごちゃごちゃになってきたねだって漁師力学的に言うと人間は漁師の粒の頭が集まれたと思えば存在しているかもしれないし存在していないかもしれない いや,いやそ存在してんじゃん存在してんじゃんここに。でも量子力学的には存在していないかもしれないなんだそれいやー誰か量子力学まあ昨日お会いした方も今度ちゃんと正式に紹介するけどその人もまあすごい方なんでものすごい学者さんでで、ものすごくもちろん分かってらっしゃるんだよでも俺のこう疑問に答えきれてくんなかったら今度あのその方と対談と実験しようと思ってんで こういうういしよよと思ってんだよこの実験もした人どっかにいるんだっけなあのねビー玉はビー玉もパチンコ玉でいいんだけどさそれをこうバシャーンとこぼしてこう木の板の木の板があってそこにまあ釘がいっぱい刺さっててでゴールゴールのところにちっちゃいバケツがいっぱいあったっつんじゃんそれでさそのたくさんのビー玉をバシャーンとこぼしてガチャ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 って折ってってその10個のバケツの。 1>, 1番から10番までに何個入るかっていうのをまずまず普通にバシャン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 ,バシャンって100回ぐらいやるじゃんそうすると1番から10番までのバケツの中に大体どのぐらいの分布で入るっていうのが出るじゃんねその後今度みんなで集まって右によれ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 っていう念を出しながらバシャンとこぼすのよそれまた100回やるのよ最初の普通に100回やった時と例えば10人ぐらい集まって右に行け右に行け右に行けって念じた時の バケツの最終的なビー玉の入る数が変わったら念が動かしたじゃん物質をこれやってみようと思うんだよね俺はね案外右に分布が偏る気がするんだよちょっとや近いとこやってみるそれでその時にその例の今 あのまあ、別に生意気で高橋さんって方なんだけどその高橋量子力学者の高橋さんとの対談も取るわ、うん、ねまあ俺ももうちょっと勉強してみます量子力学に関してまあこれに関してねちょっと私俺はお前に一つ教えてやろうぜみたいな方がいたら是非,是非あのメールくださいちょっと気になってます納得するように説明しきるのかなね この間とある方にメールで紹介してもらったこのノジェスさんっていうこれもなんか量子力学がの本なんだけどこれも何か読んだけど理解できなかったな俺には腑に落ちなかったなうんまあいいやまあそんなことを今日つらつらやってみました量子力学がスピリチュアルを解明する日が来るんでしょうかね俺の中じゃ例え話だなただのまあ引き続き いろんなことを考えていきましょうまた面白い情報あったらください私でした